Windows PC 上のプログラミング環境整備第8回、Ubuntu 24.04への移行ですね。これがですね、このプログラミング環境整備ビデオシリーズをその延長すると、さらに追加するモチベーションになったものですね。いよいよこれに入ります。これがですね、最終回ですね。まずですね、Ubuntu 24.04への移行方針。移行方針だけではなくですね、なぜこの、ビデオを作ったかということも合わせてご説明します。でですね、その Ubuntu にはですね、多分アップグレードオプションというのがあるんですね。ただ、私の経験ではですね、これはうまくいかない場合があるということなので、おすすめできません。つまり、現状のですね、走している OS をアップグレードする。そうすると、OS はですね、いろいろなプログラムが依存している部分っていうのがあったりするんですね。で、私の経験でもこれを実行すると、なかなかうまく起動できなかったりというようなことが起こったんですね。で、これは利用せずにですね、仮想マシンを新たに作り、24.04ロングタームサポートをインストールすると。で、これはただ新たに作るだけなんですが、ポイントはですね、すべての個人データが入ったディスクをそのまま使用する。このようなことができるのがですね、このコンフィグレーション、すなわちバーチャルボックスを使っているその際立った利点なんですね。安全性であり、利点なんですね。で、この方針によってですね、迅速安全にシステム移行が可能なんですね。遅滞なく仕事の継続が可能である。でも、新しいシステムはですね、いろいろなその既存の自分が使っているプログラムやですね、システムなんかが相性が悪かったりする。そこで遅滞が生まれたりするんですね。そのようなリスクはですね、このコンフィグレーションで最小限に抑えることができる。つまりですね、昔の前のシステムは依然として動いていると。で、その動いているシステムで、その使っているデータそのものがそのまま受け継いでですね、新しいシステムに移行できると。うまくいかなかったら元のシステムを使い続ければいいという、そういうようなことが簡単にできます。ということですね、そこでですね、新たなシステムの不具合等の対応も、見通しは簡単なんですね。で、不具合があったらですね、解消するまで待つとかですね、あるいはいろいろ不具合を解消しながら、昔の今までのシステムを使い続ける、そういうようなことができます。これがですね、その仮想マシンを使う、もう一つの際立った利点ですね。一つの際立った利点は、ですね、最初に、このシリーズの最初に申し上げたかと思うんですが、その用途に分けて仮想マシンを分けることによって、非常に安全にですね、いろいろな仕事ができると。例えば、非常に機微情報を扱う場合は、それだけをしてですね、他の、例えば、しなくてはいけないブラウズっていうのがあると思うんですね。ただ、このシステムにアクセスして大丈夫かというような不安があったりするんですけど、そういうものをはですね、別な仮想マシンを使うといったようなことが簡単にできる。それが一つの利点なんですが、もう一つの利点はですね、このシステムの一環がですね、簡単に安全にできるということですね。ということです。ちょっと前置きが長くなりましたが、このビデオの前提はですね、第1回の Linux の導入、活用、それからですね、この新たに拡張して、新たに付け加えたシステム管理の処方、ファイルのパーミッション、Windows への Emacs の導入、これらを前提にしています。まずですね、スムーズな移行のための準備をします。で、システムプログラミングはですね、いろんなファイルにいろんなデータを書き込む。これがですね、システム全体のその動作をコントロールするんだということをご説明したと思います。で、そのためにですね、いろいろなこの知識を蓄積していく、おく必要がある。これがシステムプログラミングの本質なんですね。そのためにですね、そのシステム設定メモファイル、これを管理することをお勧めします。で、この管理場所はですね、共有フォルダ、ここですね。つまりですね、Windows と共有する共有フォルダ、ここにですね、Linux 稼働中にいろいろなメモを書いておくと。そうするとですね、
移行の時ですね、Windows からその情報を見ることができるわけですね。それからですね、その前にですね、ディスクの使用方針というところで、そのシステムディスクには自分で作ったデータ等は入れないと言ったんですが、例外がですね、設定ファイルですね。設定ファイルはシステムディスクに入れざるを得ない。特にですね、この Emacs の設定ファイルとか、あるいは Tech の設定ファイルなどもですね、まあ、かなり大きなファイルになる可能性がある。これらをですね、共有フォルダーのどこかにコピーをしておくと。そうするとこれらは Windows でアクセスできますから、システム一貫の時にですね、システムを構築しながら見なければいけないデータなどを簡単に見ることができるということで、そのための準備をします。でこれもですね、これに続くビデオでですね、準備の様子をご説明します。そんなに何もですね、難しいというか、まあ複雑なイッシューはありませんが、まあこんなふうにするんだというご参考までにということですね。まあそれでは実際にそのシステム設定ファイルなどを保存しておきましょう。でこれがですね、この画面がこの現在使っている Ubuntu 22.04 ロングタームサポートのマイアカウントで、ですから現在仕事で使っているアカウントを想定したもの、これはもちろんこのデモのために私が作ったものですが、まあそれ想定はこれで仕事をしていると。例えばですね、そこでですね、このディスクの使用方針でもうすでに説明した通りですね、作業用ディスク、この下のウィンドウ、これが作業用ディスクですね、Ubuntu Work で、これはですね、前々回のビデオでですね、ご説明した通り、マイアカウントがオーナーになっていますということで、前々回のビデオで作ったテストディルなどなんですが、実際にはここのフォルダーは非常に大きなフォルダーで、たくさんのその資産がこう蓄積されている、まあ場合によってはですね、何年もかかって作ったいろいろなものが入っている、そういう大事なディスクですね。でこれが Ubuntu DIR で、これがですね、共有フォルダーで、ウィンドウと総合運用をするということですね。例えばこのプログラム部、これはですね、そのこのビデオを作るために作業しているディレクトリーの、まあ、コピーになっています。で例えばこれを見るとですね、このスライド、本当はもっといろいろなものがあるんですが、スライドでですね、 Ubuntu 24.04、 これがですね、この PDF を作るためのテックソースですね。この PDF を使ってですね、 PowerPoint を作ってこのビデオを作っていると、まあ、そのような総合運用のためのこうディレクトリー、それがですね、この Ubuntu DIR で、まあ Windows のそのディレクトリー、まあ、フォルダーと共有されているということになっています。ということでですね、以上がですね、このまあこういうスターティングポイントで、そこにですね、 Ubuntu セッティングと、この共有フォルダーにこのような、まあ、名前は何でもよろしいんですが、このようなフォルダーを作ると。でこれが準備ですね。でここにですね、いろんな設定ファイルをコピーしていくということになります。でこの Ubuntu セッティング、そのまあ大事なものはですね、この、ログを書く、まあ、メモを書くということですね。これはですね、私が使っているメモをまあ書き直した、まあ、一部抜粋して、まあ、まあちょっと分かりやすく書き直したものですね。でこれでですね、そのバーチャルボックスは、仮想マシンは状況を書いておくと、Ubuntu ワーク、Ubuntu ディルが共有フォルダーであると。であとはですね、システム 2.04 導入ログですね。それで、まあ、これはその以前、その第1回のビデオ教材、この、Windows PC 上のプログラミング環境整備の第1回の、まあ、手順で、まあ、ご説明している通りですが、このような手順を踏むと。であと作業用アカウントで、その作業用アカウントはこの UID を指定しておくのが、まあ、重要で、まあ、1001でいいかどうかは別として、絶対使われないもうちょっと大きなものを使うというのもあるかもしれません。まあその辺は慣れたら工夫するということですね。おっと。でそれから、まあいろいろパッケージを導入するんですが、例えばですね、ここでいろいろイッシューが出たらそれをメモしておくということですね。例えばこれ例です。ですからこの例ですが、例えばテックライブフルを導入するとき途中で止まるという、まあバグですかね、そういうイッシューがあります。でこれはインターネット上に回避情報が載っているので、それをメモしておくということですね。ここで止まるんですね。ただこうシナプティックでやって
ているとですね、この、止まってもなんか対処がうまくできないので、このプロセスをこう停止します。強制的に停止するマイナス Q ですね。まあ、キルのマニュアルを見てください。マイナス Q でこうスードゥをして、でですね、端末でそのこのコンフィギュアをし直すんですね、パッケージの。で、ここで止まりますから、そしたらエンターを何度か押すと、まあ、このようなメモを、これ例です。で、このいろんなイシューがあるので、導入の時メモをしておくとよろしいということですね。あとは設定ファイルをコピーして、で、FS タブを設定するということになりますね。これはいつも使っている設定ファイルをという意味で、どっかにセーブしてあるという意味ですね。この場合、これをセーブしておくというのが今回のスター、今回これからやることですね。で、ちなみにですね、24.0 の導入ログ、これもですね、こう一応そのこれ何回か試行錯誤をしての導入のこうご紹介なのでですね、まあ、これはもう分かっているノウハウをここに書いてあります。で、導入ログはですね、まあ、24.04の導入はですね、それほど問題ではないと、ほぼ同じなんですが、ただ一つだけ、注意点があってですね、この以前はですね、CPU 仮想マシンを作成する時の、CPU は1つではうまくいかないので、2つに設定するというのが、まあ、1つのノウハウだったんですが、今回その2つに設定するとうまくいかないというのが私の経験なんですね。非常に不安定で、途中で何度も止まるというようなことがありました。で、実はですね、これ1つに設定するとうまくいくというのが、まあ理由は分かりませんが、そういうことですね。まあ、新しいマシン、新しいですね、ソフトウェアはいろんな環境と、まあそんなにこう相性が良くなかったりするってよくあることで、そのうちだんだん改良されていくわけですね。で、まあこの場合はですね、だから24.04の今の現時点では、これが一つの重要なノウハウになっています。これを設定するとうまくいくということですね。で、あともう一つですね、起動前にバーチャルボックスのマネージャーでビデオメモリを最大にセットしておくと、まあよろしいと思います。このような注意書きを、まあ気がついたらしておくということですね。ということです。あとはですね、まあ普通の手順を取ると、まあこんな感じで、まあ導入メモをしておくということですね。これは先走ってこれからやることの、まあ何回か失敗して、ここで分かったことを、まあ、メモしておくと、そういうことですね。ということで、こんなこう分布セッティング、これができたわけですね。そこでですね、これからやることはですね、こうホームディレクトリに戻って、Emacs をお使いの方に限るんですが、このディレクトリをですね、ここにコピーします。あとはですね、FS タブをですね、同様にここにコピーします。そうするとですね、これがコピーされるんですが、このオートセーブ、ここでちょっと不要な情報を消しておきます。これはシステムが作るディレクトリですから関係がないと。バックアップは消しておくと。で、あとはですね、ここにですね、これは私が使っているものの抜粋です。抜粋ですから、もっと非常に大きなファイルなんですが、抜粋です。で、重要なのはこの文字コードをこのようにセットしておくことですね。で、これがファイルモード、 Emacs が作るファイルモードをここに設定すると。で、あとはまあフレームの大きさとかですね。で、これはですね、まあ特別な私個人の設定なので皆さんに関係ありませんが、ちなみにこれがないとうまくいかないので、必ず設定するんですが、そのようなことがあると、いろいろな、それぞれの使い勝手で慣れている設定をここに保存しておくということですね。ちなみに今 Emacs は GNU/Emacs ですが、その前はゴスリンが作ったですね、ゴスリン Emacs だったんですね。で、それを使って始めて、そのバインディングが慣れてしまっているので、それをエミュレートするパッケージを入れている。まあそんなことですね。そんなのどうでもよろしいんですが、そのようないろんな設定があると思います。それがないとうまく仕事がうまくいかないような設定がたくさんあるので、受け継ぐと、これが重要だということを、まあもしそれをまあメンションしたかったということですね。ということですね。で、ここまでがですね、ここまでが個人的な設定で、これ以降はですね、オプションを
で、これ消しておきますね。オプションをですね、自動セーブしてあるやつなんで、それはまあ、環境依存ですので、自分で書いたもコード以外は消しておくと。で、これですね。で、それでバックアップを消しておくと。で、これでまあ、Emacs はできたと。あと FS タブもですね、このシステムが設定したのはここまで。この産業をここ最後に付け加えると。新しいシステムがですね、で、ここまでにしておくと。で、バックアップを消しておくと。このような準備をすると、まあ、これでまあ大体ですね、このスムーズな移行のための準備ができたことになります。まあ、その他ですね、そのシステムが起動直後にしなければいけないものというものをここに書いておくということですね。で、このスライドにはですね、例えばこのテック MF などと書いてありますが、これはまあこの作業用デスクでも良いかなと思います。ということでですね、システム直後にやらないといけないもので、いろんなものをここの作業用フォルダの Ubuntu セッティングに取っておくと。まあそういうことですね。以上でこの準備は終わりですね。以上でですね、システムディスクに置かなければいけないいろいろなシステム情報、あるいはシステム設定の情報などがですね、この共有フォルダの、この例えばこの Ubuntu セッティング、このディレクトリに保存できたと思います。で、この情報を見ながらですね、新しいシステムを作っていくと非常にスムーズにいくということで、その情報を見るための、まあ、道具としてですね、前回このビデオの一つ前の第7回でご紹介した Windows への Emacs の導入、これをやっておかれるとですね、よろしいと思います。まあ、もちろんですね、この Emacs を使わないという方は、まあ、この対象ではないんですが、これはまあ、ですから単なるご参考までですが、Emacs を導入しておくと、Emacs を Windows で立ち上げて、この Ubuntu と全く同じような形でですね、これらファイルを見ながら、新しいシステムを作っていくことができるということですね。それではメイントピックである仮想マシンの作成と Ubuntu 24.04の導入、これに入りましょう。で、これはですね、全体として、まあ、大きく2つの塊に分けることができると思います。まず第1番目はですね、Windows PC 上のプログラミング環境整備第1回でご説明した Linux の導入を、一連の導入の処理をすると。で、まあ、完結するまでということで、ゲストアディションズを導入する。これでですね、システムがきちんと稼働できるようになると。ここまでですね。それからその後で、その上でですね、これはですね、Windows PC 上のプログラミング環境整備第5回、Linux システム管理の初歩ということでですね、作業用のユーザーを作成をして、Emacs を導入して、この Ubuntu セッティングの情報などを参考にですね、Emacs の設定などをすると。その後で共有フォルダと作業用デスクをマウントするということをすると。で、最後にですね、ETC の FS タブを設定して、で、その最初にやるべき、つまりマウント処理のためのスクリプトを用意すると。まあ、このような、このだか塊、この2段階に分けて説明いたします。まず最初はですね、この Linux の導入とほぼ同じですね。この Ubuntu 24.04 ロングタームサポートを検索して、 ISO イメージをダウンロードする。あとはですね、バーチャルボックスマネージャーを起動して、仮想マシンを新規作成する。で、このダウンロードした ISO イメージを起動ディスクに設定し、仮想マシンを起動する。で、まあ、共有フォルダーと作業用ディスクを接続する。まあ、この接続は、まあ、ここでやらなくてもいいんですが、まあ、その起動が成功して一度シャットダウンしたら、仮想マシンができますから、そこでですね、まあ、ディスクの環境を接続し作っておくと、まあ、いうことになると思います。で、その後でですね、このソフトウェア更新、それから必要なパッケージ、すなわちですね、ゲストアディションを導入するにはですね、2つのパッケージが必要だったんですね。それらを導入した後で、ゲストアディションズを導入すると。この手順をまずこの一連のデモで確認をしてみましょう。まあ、それではですね、Ubuntu 24.04 ロングタームサポートをダウンロードする。
ところから開始してみましょう。まあ、何の意思もありませんが、まあ、この検索して、まあ、この場合 Google ですが、これ、Ubuntu 24.04 ロングタームサポート、これを検索するとですね、トップページがこの日本語の jp-ubuntu.com ダウンロード、このページですね。このページはこれが公式ページなのでこれでいいと。あとダウンロードフォルダはですね、以前この Ubuntu ダウンロードというその、ドキュメントのにですね、このフォルダを作ってそこにダウンロードしたんですが、以前のやつを22.04というふうにして、今回24.04というフォルダを切ってですね、ここにダウンロードするということにします。で、あとはダウンロードはまあ何も問題ありませんね。これをクリックすると、このボタンが出てきますので、このボタンを押せばダウンロードが始まって、で、指定したフォルダ、この場合ここですね、これにダウンロードされる、そういうことですね。なので、しばらくするとですね、ダウンロードが終了してですね、Ubuntu 24.04 デスクトップ AMD64.ISO、このファイルがダウンロードされます。ということで、以上でですね、このダウンロードが終わって、あとはいよいよですね、仮想マシンを作って、インストール処理をすると、そういうことになります。で、それではですね、ダウンロードした ISO イメージを使ってですね、仮想マシンを作ってインストール処理をすると、これをやればよろしいわけですね。で、これが Emacs、まあ、前回のビデオで、まあ、コードを簡単にご紹介した、もちろん Emacs でなくても何でもよろしいんですが、Ubuntu で作ったシステムログファイルをですね、こう Windows で見ていると。そうするとですね、スムーズにいくということですね。で、これ先ほどお見せした、Ubuntu からお見せしたですね、このファイル、システムログを Emacs で見ていることになります。ちょっと見やすいように太字にしてありますが、まあ、そんなところですね。ここでですね、最初の部分は同じ同様なので、まあ、導入をするということになります。この ISO イメージをセットして導入をする。この場合セットするのはこれですね。ということですね、ダウンロードしたものをやると、セットすると、まだ実際にこの仮想マシンを新規作成でですね、名前はまあ24ロングタームサポート、まあこんなようにしておきますね。で、その ISO イメージ、これをですね、24、これですね、20は違いますね、これが、これですね、24.04、24.04デスクトップ、こう間違えますよね。これで、あとは自動インストールをスキップにすると。で、次へ押しますね。で、ハードウェアはですね、まあ、適当な、アベイラブルメモリの何割かに、まあ、こう20ギガぐらいにセットして、これをこのままにしておく。これが結構重要であるというのが分かっているので、このままにしておきます。で、次へ押すと、で、ハードディスクはですね、25小さいので、まあ4、まあ、適当に53ぐらいにしておいて、で、サマリーが出ます。で、これで、まあ、とりあえず仮想マシンができたことになるので、完了を押します。そうするとですね、この新しい仮想マシンが作られるということですね。で、一点ですね、ビデオメモリを最大にセットするというですね、このディスプレイをしますね、ビデオメモリー、これをですね、最大にセットしておくと。ここまでする。そうするとですね、これで仮想マシンを起動する準備ができたことになります。ではですね、用意ができた仮想マシンをこう起動しますね。で、起動すると起動シーケンスが走って、その ISO イメージのコードが読み込まれているはずですね。で、そうするとですね、このブート画面が出ます。で、これですね、これをエンターを押すと、そうすると起動シーケンスが走るんですね。まあ、しばらく待つと。で、しばらくするとですね、この画面が現れると思うので、このインストール Ubuntu、このボタンを押します。そうするとですね、このインストール処理が始まって、これはですね、まず、言語、あと、まあ、日本語ですね、設定して次に行くと。で、ここは何もしなくてもよろしいので、次に行くと。で、これ日本語キーボードになっているので、次に行くと。で、有線接続になっている、これでよろしいですね。で、Ubuntu をインストール。で、対話型インストールをします。で、規定の選択、まあ、これはチェックしてもしなくてもよろしいんですけど、まあ、パフォーマンスが改善するかもしれません。まあ、とりあえずチェックしておくことにしましょう。で、ネクストを押すと。そうすると、
ですね、この警告画面が現れます。ディスクを消去しますがというやつですね。ちょっとこの時間がかかる、ちょっと待ちましょう。そんなにかからないと思いますので、でそうですね、でこっちディスク消去、これはこれでよろしくて NEXT を押すと、あとはですねコンピューターの名前、まあここをですね My、 まあ前回と同じにしておくと。でこのコンピューターの名前時々ですねいろいろな見出しに使うので、まあ、24とかにしておきましょうね。であとはですね My Ubuntu がユーザー名でパスワードを設定します。で、まあ、パスワードが一致していると、このチェックを確認して、NEXT を押すと。で、タイムゾーンよろしいですね。で、これがサマリーで、これでインストールボタンを押します。そうするとですね、インストール処理が始まります。これは結構時間がかかると思います。で、しばらくするとこの画面が出るはずですね。インストールが完了しました。ということで、今すぐ再起動を押します。でしばらくするとですね、Remove the Installation Medium、全プレスエンターと言われるので、こうエンターを押しますね。そうするとですね、通常の、インストールされたディスクからの起動シーケンスが始まります。まあ、これをしばらく待つと。そうするとですね、インストールしたディスクからですね、起動されて、この、まあ、ログイン画面が出ます。これが付けた名前で、これでログインをするとですね、そうするとインストールされた Ubuntu 24.04 のですね、My Ubuntu アカウントにログインすることになります。では、ログイン少し時間かかるかもしれませんが、待つとします。まあ、そうするとですね、最初に作ったアカウントですから、その初期設定画面が現れます。これは適当に、まあ、この Ubuntu Pro は後でということで、これでよろしくて、あとは、まあ、これはどちらでもよろしいんですけど、まあ、共有しませんに。で、こう、さらにアプリケーション追加、これは後でやるので、これで終わりですね。これがですね、新しい 24.04 が無事インストールされたデスクトップ画面になります。ここでですね、いろんな設定を開始するわけですね。で、ここで続けて設定をしてもよろしいんですが、とりあえず一旦電源をオフにします。で、電源をオフですね。で、これでですね、そのインストールが終了した仮想マシンがここで確定したことになります。で、この処理はですね、長くかかりますから、まあ、ここでスナップショットなどを撮っておくと。いうのもですね、悪いことではないと思います。まあ、ここまでは何回も、何も個人的なデータを入れていませんから、再現はできるんですが、時間がかかるということもあって、システム設定などもいろいろ間違えることもあるので、ここで一応ですね、スナップショットを撮っておくというのは悪いことではない。まあ、いい習慣だと思います。まあ、ここでですね、ディスクをですね、接続をしておきます。で、いろんな設定はですね、なるべく最終的な、まあ、ステーブルな使う状態でした方が、まあ、再現性とか問題が発見しやすいということもあるのでですね、まあ、後でもよろしいんですが、ここで共有フォルダーとそれからディスクをアタッチしておくと。まず共有フォルダーですね。共有フォルダーで、パス名って、これはですね、ドキュメントの Ubuntu ディル、これを選択しますね。で、マウントポイントは指定しなくてもよろしいと。で、これ OK を押して OK を押すと。これで共有フォルダーが設定されたと。あとはですね、ストレージ、これがですね、先ほどから前のスライドでも申し上げたこの、作業用ディスク、これをですね、現在使っている作業用ディスクで、このバーチャルボックスマネージャーはそれをすでに知っていますから、それを選択する Ubuntu Work VMDK、 これですね、これをですね、選択をすると。で、これでですね、OK を押すと。これでディスクが装着された状態になっています。で、ここから、いろんな設定を始めるというのが、まあ、よろしいと思います。それではですね、このディスクと共有フォルダーが設定された仮想マシンをもう一度起動します。で、起動、
起動でですね、ログイン画面が現れるまで待つと。で、この MyUbuntu にログインをします。ログインをして画面が現れるまで待つ。そうするとですね、このデスクトップがですね、そのインストールが終了したで、MyUbuntu にもう一度ログインした状態になっています。で、最初にやるべきことはですね、この、ソフトウェア更新から作業用アカウントまでは同一なんですね。で、ソフトウェア更新をすると。で、これはですね、更新はですね、いつこの更新を呼び出すかによってなんですが、これは先ほど、この最新ですというのを確認できればよろしいということですね。次にですね、ゲストアディションはこの2つのパッケージがいるので、これはですね、パッケージマネージャーを導入してやると、便利だということで、パッケージマネージャーですね、そのパッケージマネージャーはですね、そのこの Ubuntu ソフトウェアで、探すんですね。シナプティックパッケージマネージャー、デビアンパッケージ、これですね。これをですね、インストールすると。で、このインストール処理が、終了を待ちますね。で、これで終了したので、あとはこれはダッシュボードにピン止めをしておきましょう。でですね、これを起動すると。で、最初のこのウィンドウは OK で、検索をしてですね、入れるべきは2つですね、Linux。Linux ヘッダーズジェネリックからパッケージ名で検索をすると。これですね、インストールで、適用をしますね。これはすぐ終わるはずで、そんなに大きくありません。で、もう一つ。これはですね、ビルドエッセンシャル。これがいろいろなシステム構築用のツールをバンドルしたものなので、これも同様にマークをして適用をします。これはちょっと時間がかかるかもしれません。ビルドエッセンシャル、これが無事導入できたらですね、これで、あとはですね、この Oracle VM Virtual Box Manager のメタレベルの操作で、デバイスでですね、ゲストアディションズ CD イメージの挿入、この操作をします。そうするとですね、これがですね、マウントされますね。これをクリックすると、そのゲストアディションのこの CD イメージの中身が表示されて、ソフトウェア実行、これを押すとうまくいくかもしれませんが、経験によるとですね、うまく起動しない場合もあるので、ここはですね、autrun.sh、 この起動ファイル、これを実行すればよろしいので、プログラムとして実行すると。ということでですね、で、これでですね、実行します。ちょっと時間がかかると思います。この画面で無事終了ですね。で、リターンを押すと。ということで、これでですね、そのここまでがですね、インストール処理、一連のインストール処理の一段落と、そういうことですね。ここで一旦ですね、電源を切って、電源を切ります。ということでですね、Ubuntu 24.04 ロングタイムサポート、このシステムが入ったですね、仮想マシンが完成した。ゲストアディションズが無事導入されたと、ここまでいったわけですね。で、残る仕事はですね、以前の、現といいますかね、今使っている Ubuntu 22.04と同じ環境を構築するということになるわけですね。すなわちですね、作業用ユーザーを作成して、あとはですね、Emacs、ちょっとこの E が、これはタイプですね、これないと思ってください。Emacs を導入して、Ubuntu セッティングの情報等を参考にですね、Emacs の情報を設定する。あとはですね、共有フォルダ、これを先にマウントするとよろしいと思います。これをマウントすると、Emacs からこの共有フォルダが使えるように見えるようになる。それを使ってですね、作業用ディスクをマウントして、
たりする作業をする。具体的には FS タブを設定する。それからマウントのスクリプトを設定する。これらの作業をすると。と、これらの作業をですね、一連の作業を以下これに続くデモでご説明いたしますので、参考になさってください。ではですね、このアカウント、マイウブンツ、これしかまだありませんが、これにログインします。でですね、ちょっと時間かかりますが、ログインすると、で、これゲストアディションが入ってますから、ウィンドウサイズが変わると、それに伴ってですね、この画面がちゃんと追随するということですね。こんなことで、でやることはですね、まずこの作業用アカウントを作成すると。あとはですね、EMAX の導入は最初じゃなくてもよろしいんですが、大事なのはですね、この共有フォルダをマウントする。これでですね、このファイルを含めた情報が手に入るということですね。で、やってみましょう。それではですね、端末を起動して、で、作業用アカウントを作ると。sudo ですね。add ユーザーで、UID を、これは大事で、ディスクを共有するとき、そのまま自分のものとして共有できるように UID を指定して、マイアカウントをユーザーアッドすると。マイウブンツのパスワードを設定して、で、新しいパスワードを設定します。で、このフルネーム、これはですね、とりあえず設定しておきましょう。で、その後はデフォルトで良いと。で、イエスと。これでマイアカウントができたことになります。あとはですね、もう一つ、このマイアカウントをですね、sudo グループに付け加えるということですね。これで、この処理をします。で、これでですね、一応その、まずアカウントができたことになります。念のためですね、ここでですね、電源をオフにします。電源を、再起動するとですね、このログイン画面が現れます。ここで新しいアカウントができているので、作業すべきはこれですね、マイアカウント、これにログインをしますね。で、あとはですね、その共有フォルダ、これをマウントするという作業をします。ということですね。で、新しいアカウントなので、このクエスチョンが出ますので、以前と同じようにこれには答えてですね、これで終わりですね。そうすると、マイアカウントができたので、あとはですね、まず最初 EMAX の導入は後回しにしてよろしくて、この作業用フォルダ、これをですね、マウントすることにします。これが結構重要ですね。あとはそのためにですね、この端末もですね、このダッシュボードにピン止めをしておくと。で、この端末、これを開くとですね、で、マウントの仕方、まずですね、マウントポイントを作らないといけないと。ちょっとカーソルが変なので、これはですね、これは分かっているので、カーソル変なので、このウィンドウモードとフルスクリーンモードをトグルすると、なんかうまく、なんていうかな、正常化する場合が多いという経験値がありますね。で、そこでですね、マウントポイントを作ると。でですね、このこのシステムの、癖なのかバグなのか、このフルスクリーンモードじゃないと時々ちらつくといったようなことがあるようですね。フルスクリーンモードで作業しましょう。で、あとはですね、作業用フォルダをマウントするわけですね。ということで、このメイクディルでマウントポイントを作ってですね、先ほどメモに書いてあった、あれを覚えていれば、なければですね、メモをもう一度見ると。で、sudo マウントですね。マイナスというタイプがですね、VBOXSF で、あとはオプションとして UID の GID、UMASK、
0077で、あとはですね、まあデバイス、これは共有フォルダ名になりますね。でホームのマイアカウントのこれでいいはずですね。でパスワードで、これでマウントできた。見てみるとですね、ちゃんとマウントされていますね。これで、まあ、第1段階が終わったということです。あとはでこれを見ながら設定するればよろしいということですね。でまああとはですね、次に Emacs を導入すると、で Emacs 上で作業をするということをします。まあ、そのためにですね、これ Ubuntu セッティングがアクセスできるので、こう Emacs の設定ファイル、これをコピーしておくとよろしいと。これですね、これをですね、ここにコピーすると、でマイナス R ですからディレクトリが全部コピーされたということになりますね。ちょっとこの端末を小さくして、あとはですね、このパッケージマネージャー、パッケージマネージャーをオープンしてですね、この Emacs はですね、いろんな名前のパッケージの一部になっているこれですね、これをインストール指定をして、マークをしてですね、適用をすると。で適用を開始します。これ時間がかかるかもしれませんが、そんなこともないですね。ダウンロードが終わってですね、さあ後処理も、あでこうクエスチョンが現れますので、これはデフォルトでよろしいということですね。でしばらく時間がかかるかもしれないので、これは待つということにします。でこれで Emacs は導入できたと。それでですね、さらにですね、あの Emacs もずくこれをですね、検索をして、これもインストールをしますね。この辺はですね、皆さんあの お使いの Emacs を必要なパッケージを導入すればよろしい。これはすぐ終わりますね、ということですね。であともう一つ、実はやって風をインストールしないといけないんですが、それは後回しにして、これで多分 Emacs が起動できると思いますので、ですね、ここじゃないですね、これをダッシュボードにピン止めをして、でこれを起動します。そうするとですね、ですね、やってふがありませんということですね。でまあこれは後で解決することにしてですね、まあですね、このまあまあこうコメントアウトしておきましょう。このこれが ありませんなので、やってふは後で導入すると、これであの通常の Emacs になった。ちょっと上下がずれてますが、であとはですね、オプションはですね、このブリンクカーサーはやめて、ショーハイド、トゥールバーを何にするというようなことをしてですね、あとはですね、このフォントをですね、フォントはですね、まあ例えばなんですが、このモノ JP、モノスペース、まあ、こんなものでよろしいと。こんなことでですね、オプションをセーブしておきます。そうするとですね、こう Emacs もう一度起動すると、いつもの画面になっているということですね。ちょっとこのビデオ画面では下がちょっと切れますが、まあこれはこれでよろしいと。これでですね、あの設定するための道具が整ったので、あとはですね、その設定に従うんですが、このですね、もはやですね、これを見ることができるので、ですね、このEmacs はもう使っているところですね。であとはですね、システムログ、このファイルですね、先ほどあの Windows で見ていたファイル、これを見ながら、設定を続ければよろしいということになります。重要な設定がですね、一つあって、これがですね、この、FS タブ、これがですね、ここの産業、この産業をですね、この ETC、 これは ETC のこう FS タブを見ているんですね。これ今現在ルート権限でこの Emacs 起動してませんので変更できませんが、すでにですね、このルート権限でこの産業が追加してあります。追加の方法は、まあ、
このファイルの後に追加するというようなコマンドレベルでやってもいいし、まああまり世の中で推奨してないかもしれませんが、慎重にやればですね、Emacs でも、まあ、ルート権限で、まあ、使って、でも、まあ、何をやってるかをよく理解していれば問題ないと思いますね。まあ、いずれにしてもですね、この作業を、ETC に設定をすると、これで一応終わりですね。で、あとはですね、これをもう一度立ち上げ直すと、その ETC ファイルが読み込んだ状態になるので、簡単にマウントできるはずです。で、やってみましょう。で、電源をオフにします。で、オフですね。で、マイアカウントにもう一度ログインをします。まあ、これでマイアカウントにもう一度ログインした状態になります。これは FS タブが読み込まれていると。ただし、ノーと指定しているので、マウント処理はされていないということですね。で、ですね、マウントポイントを作らないといけないので、まあ、これを作りますね。あとはですね、sudo マウントで、あとはマウントポイントだけを指定すれば、マイアカウントですね。これでですね、作業用ディスクがマウントできるはず。まあ、正常に終わったのでマウントできますね。で、もう一つ、この共有フォルダもマウントできますね。でですね、これでちょっとディレクトリを確認してみましょう。で、こう Emacs でですね、それで、これを大きくなく、この勝手にウィンドウが広がるとかいうのもですね、まあ適当に禁止するんですが、まあその辺は好きにやることにしてですね、これが共有フォルダで、これでですね、まあ先ほど見たようにこれは OK と。で、問題はこちらですね、この Ubuntu Work。これがですね、今まで使っていたディスクがそのままこちらに接続された状態になっています。マイアカウント、これは前と同じ UID なので、この権限でこれがオーナーになっている。つまり、このマイアカウント、新しいマイアカウントもやはりこのディスクのオーナーになっていると。で、テストディル、これにサンプルを作ったんですが、これがですね、ちゃんとサンプルファイルができていると。で、これでですね、例えばこのディスクをですね、変更を加える、まあ、これは、この1行を加えただけですが、この変更を加えてですね、昔の、以前、今、現状の、ディスのシステムにログインしてですね、この変更が反映されているかどうかを最終的に確認をすると。で、あとはですね、スタート VM、 これを設定しないといけないんですが、スタート VM をですね、Ubuntu セッティングに、記録しておく方がいいので、それも含めてですね、昔の現状の、つまり22.04システムにログインして、確認をして、スタート VM を記録、まあ、セーブして、ここに戻ってきて、で、それで全て終わりですね。ということで、これはですね、閉じて、電源をオフにします。電源をオフにすると。で、これがですね、現状の、まあ、旧システムといいますか、今まで使っていたシステムのという想定ですね。こちらをオフになっているか確認して、こちらをオンにします。で、起動してログイン画面が出るまで待ちます。こちらは22.04ですね。マイアカウントの M が小文字で、まあ、これでマイアカウントにログインをするということでログインしますね。で、これが、まあ、その22.04、このロゴですね。それでですね、ここでですね、sudo のいつものように、このスタート VM、 パスワード間違えたので、もう一度やり直し ですね、いろいろなパスワードを使って、今回のデモでですね、作っているので、よく普通はまあ慣れているんですが、これでですね、こう、ディスクのマウントができて、スタートしたはずですね。そこでですね、Ubuntu Work。ここでですね、このサンプル、これは先ほど、変更したので、バックアップがあると。で、こうサンプルテキスト。ちゃんとですね、ディスクがきちんと共有されているというのが理解できると思います。
ということですね。で、最後にですね、1点抜けていたこのスタート、まあ、こうちょっとですね。で、まあ、ディスクで、その Ubuntu ワーク、こう CP の、チャレンジディルして、CP のですね、これですね、これをですね、この Ubuntu セッティングにコピーしておきましょう。同じスタート VM でいいはずなので、で、これでもう一度新しいシステムに戻るということにしますね。今、こう電源をオフにして、で、こちら電源がオフになっているのを確認してですね、この 24LTS、これですね、今、完成、ほぼ完成したものを、新しい VM、これを起動します。まあ、起動するまで待つと。で、これが新しいシステムですね。マイアカウント、これですね。で、これにログインをして、まあ、全画面にしてですね、これでまだスタート VM が、セットされてないので、まずですね、この共通な、この共有フォルダー、これでですね、あとはですね、その CP の先ほど、これをですね、直下にコピーします。そうするとですね、もう一度ここにログインし直すとですね、あとはですね、sudo のドットスラッシュのスタート VM とやると、すべて前と同じような作業環境になります。まあ、そこまでちょっと念のため、こうやってみましょうね。それですべて終わりですね。もう一度電源をオフにします。で、これですべての設定が完了した状態になるので、こう最終的にですね、このマイアカウントにログインをしてですね、いつもの仕事の開始の手順を取ると、この全画面にして、端末を開いてですね、sudo のスタート VM で、正常に、起動、正常に終わりましたので、ちゃんとですね、ディスクがマウントされているはずですね。これもそうだし。ということでですね、これで2つの、システム、旧システムと新システムが同時に使えるようになったと。で、同時に使うのはですね、ライトスルーのディスクを共有していますから、まあ、その同時にオンにすることはお勧めできませんというか、避けるべきですが、うまくいかなかったら旧システムに戻って、で、遅滞なく仕事が継続できる、まあ、そういう趣旨が達成できて、ご理解できたと思います。以上で全てのデモは終了です。